はようございます。木曜日の朝です。今朝一歩外に出たら何かキーンと何か身を切るような寒さでした。どんどん本格的になってきますね。では今日もあばらを動かしていきたいと思います。あばら、体をこう囲って鳥かごのように囲っているあばらですけれども、横になってこのあばらが床を押すという動きをやるんですけれども、今日はこの背骨のこの体幹部のところを3段階に分けようと思います。手のひら1枚分で上、中、下というふうに置いて、この手のひらを押したり手のひらから浮かせるっていうふうな動きをしたいと思います。もちろんその力を使うということではなくて、そこに体重を乗せる動きをやりたいです。そうすると体重を乗せっていうことは、周りがどう動くかということになるので、ちょっと楽しみにやってみてください。気楽にやってください。イメージでもいいです。それでも筋肉は動くので、ではゆっくりと仰向けになっていきましょう。体を床に預けてください。ゆっくりと呼吸をして、胸やお腹の動きに気持ちを向けてください。胸やお腹は勝手にどう動いているでしょうか。そして体全体に気持ちを向けてください。今日の感じはどうでしょうか。頭を左右に傾けてください。呼吸が乱れない範囲ですね。止まらず、痛みや力みが出ない範囲で転がしてください。では楽なところでその動きをやめて、右側を下にして横になってください。この床が硬くて手を踏むのが手が痛いという方は、こういうものをちょっと敷いてください。で、今映ってますか。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。で、左手は体の側面に乗せて、体と左手の関係をちょっと気持ちを向けてください。肩や腕がこう固まっていると、なんかちょっとこう乗せた時もぎこちない感じになるかもしれません。ではこの手のひらをあばらの一番上、脇の下、親指が脇の下に当たるくらいの位置に置いてください。で、まあ、鼻の奥からここからですね、ずっと尾てい骨までつながっている背骨を思い浮かべてください。で、その中の、そうですね、真ん中、まあ首はここまであるんで、首の下、胸椎、胸あたり、胸の背骨あたりから上から何番目っていうふうに手を置いてください。で、ゆっくりとこの左の手のひらをあばらが押したり力を抜いたりします。楽
に楽に、ここに体重を少し乗せていきます。ここに体重を乗せるということは、どこから軽くなるということですね。どこが軽くなっていくんでしょう。頭はどうですか。頭や足あたりはどうでしょう。少し頭や足が軽くなると、ここら辺に体重が移動してくるかもしれません。今度はここを少し浮かせて、手のひらからこのあばらを浮かせたり戻したり、逆に浮かせるということは他の部分に体重が移るということです。呼吸、途中で呼吸楽にして休んでくださいね。頭やお尻あたりと床の関係はどうでしょうか。強く床についていく感じがわかるでしょうか。一旦手を抜いて体の上に乗せてください。この手と体の関係と、呼吸をしている時のこの胸あたりの動きに気持ちを向けてください。今度はこの真ん中あたりに、あばらの真ん中、あばらというかこの背骨の真ん中あたりに手を差し込んでください。そしてこの手を押したり力を抜いたり、ここに体重を乗せたり力を抜いてください。この動きで体の他の部分にはどんな影響があるでしょう。この時に体を転がす動きではないということに気がついてください。体を転がしてもこの手を押していくことはできますけれども、今この横を向いたこの顔は前方の壁を見ている、この体の体勢で上から押すようにしてください。体を転がす動きではなくて、天井の方からこのあばらを押したり力を抜いたりしてください。今度はこの手からあばらが少し浮いたり力を抜いたり、では押したり浮かせたりを交互にやってください。呼吸は楽に、でも気楽にやってくださいね。なんとなくでいいので、でこのままこの手を骨盤の少し上あたり、もうあばらと骨盤の間に少し間があると思うんですけれども、そこら辺に手を入れてください。でそこでこの手を押します。このあばら骨がもうないところなので、この背骨の動き
が必要になってきますね。尾てい骨から少し上のところ、骨盤の少し上のところの背骨を床に近づけたり力を抜いたりします。そうするとこの頭や上半身がより大きく動く必要があるかもしれません。この手を押す動き、体の他の部分はどのくらい協力できるでしょう。ではこの手を手から少し浮かせてください。優しく優しく体はどこが床を押しているでしょう。どこかが体重を引き受けることによってこの部分が床から浮いていきますね。押したり浮かせたりを交互にやってください。少し軽く早く軽く早くするとどうでしょう。体全体にはどんな動きがあるでしょう。では手を体の上に置いてください。でこの体、手を体の上に置いた状態でさっきやったことを思い出して1番、2番、3番と番号をつけますね。1番で床を押して、2番で床を押して、3番で床を押します。これを順番にやってください。1番、2番、3番、1番、2番、3番ですね。楽にやってください。そうするとこの背骨のここが押したり、ここが押したり、ここが押したり、なんとなく、あ、できてんのかな、わかんないなと思いながらも、まあイメージを持ってですねやってください。で今度は1番を浮かして、2番を浮かして、3番を浮かします。楽にやってください。1、2、3 1、2、3 1、2、3 1、2、3 ですね。じゃあ1番で押したり浮かしたり、2番で押したり浮かしたり、3番で押したり浮かしたり、これを上から順番に押したり浮かせたり、押したり浮かせたり、押したり浮かせたり、押し上に戻って押したり浮かせたり、押したり浮かせたり、で適当に、あ、この背骨が3分割されていろいろ動いてるなということをちょっと面白がってやってみてください。では仰向けになって体の右側と左側を比べてください。呼吸をしているときにどこが大きく動いているでしょうか。頭を左右に傾けてください。この頭を傾ける動きが背骨を通じてどの辺まで影響がありそうですか。ではゆっくり起き上がってください。今日は右側やりました。どうですか、呼吸をしているときに、なんかこっちの方が大きく感じますがどうでしょう。はい、では寒いですが暖かくして
今日も張り切っていきましょう。いってらっしゃい。